皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回もですね、アコギの勧めということで始めてまいりたいと思います。アコギを使うときに、使用するものについてのお話をちょっとしたいというふうに思うんですけれども、今回の動画のメインになるアコギはですね、これなんです。今年もですね、ブラックカラーのモデルが発売されておりますが、これは去年出たダークブルーサンバーストのですね、 DDP506DBS というやつでございます。過去あるスイングヘッドシリーズの中では僕にとってもこれ一番のお気に入りでございますが、このアコギそのものというよりもですね、このアコギの肩についているプリアンプを動作するのに必要なもののお話なんですよ。プリアンプを動作するのに必要なものっていうのはですね、この中に入ってるんでちょっと外したいと思います。今プリアンプを外したんですけれども、プリアンプの後ろ見ていただくとこのように出っ張りになってます。この出っ張りの蓋を外すとですね、あら、電池が4つ出てくるわけなんですけど、単三電池ですね、取り出してみましょうか。白いですね、単三電池が4つ出てきたわけなんですけれどもですね、三洋電機というところがですね作ってたやつなんですけど、今パナソニックが作ってるんですが、ここにも書いてありますけれども、エネループというですね、繰り返し使えるいわゆる充電式の電池なんですね。昔のですねデザインはこんな感じだったんですよ。ここにエネループとちゃんと書いてあったんですね。昔は三洋電機が作ってたっていう名残があるようにですね、ここに三洋と書いてあるわけですけれども、シングレートについている TDP のプリアンプなんですけど、このプリアンプを動作するのにこのエネループをですね使ってるわけなんです。非常にエコで、しかも繰り返し使えるというのが大きな特徴でございまして、今は3タイプあるみたいですね。これはね、いわゆるスタンダードモデルっつって、まあ状況とか環境にもよるんでしょうけど、最大2100回使えるというモデルなんですね。2100回って言ったら、毎日使って毎日充電しても5年6年ぐらいですかね、使えるんじゃないですか。ハイエンドモデルのですねエネループプロっていうのがあったりとか、スタンダードモデルよりも充電回数少ないらしいんだけどね、廉価版であるですねエネループライトとかね、まあ、5000回使えるっていうやつらしいんですけど、グレードがあるわけですけど、今ではね、僕はこれをよく使ってるんですよ。それこそ10年以上にわたって使ってますかね。スイングレードにTDP のプリアンプがつくっていうことが分かった時には、もう絶対このエネループを使おうと思ってたぐらいですから、繰り返し使えて、そしてまた長く使えるというのがね、やっぱ非常に大きいというのが特徴でもあり、良さなんじゃないかなというふうに思ってるわけですよ。もちろんプリアンプ以外にも日用品でも使える電池でもあります。自分で使ってて思うのは、とにかく今も言ったけど持ちがいいのよ。2、3日使っても消耗がそこまでないっていう印象がありましてね、中断もバッチリ使えるし、安定してね使えるっていうのがとてもねこう心強くて、エネループには助かってるんですよ。必要不可欠なものになってしまいました。高峰のプリアンプのためにももっと何本か増やしたいなっていうのもあるし、他のグレードのものも機会があればこう確かめたいなっていうふうな思いもあるんですけれども、その充電式の電池ですから当然充電しなきゃいけないんですけど、まあできれば純正のものがいいんですけど、まあこれ三洋電機の時代のやつですけども、単三電池が使える充電式電池用のチャージャーですね。単三電池だと最大4本ですかね、取り付けられるんですが、まあ、このように取り付けて、あとはもうここにコンセントがあるんで、コンセントに差し込んで充電すれば、だいたい1日ぐらい置いておけばですね、もう十分に充電はできているというところなんで、持っておいた方がいいと思いますね。このエネループを専用の充電器にですね、つけて、猫が来てますが、充電器に4つ取り付けてですね、このようにアダプターがついてますんで、コンセントに差し込むわけですね。するとこのようにランプがついて充電がされるということになります。猫ちゃんもこのようにニコニコしてくれてます。猫ちゃんも見るぐらいですからね、相当な関心度ですけれども、はい、チェックしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それでは。